テラスゲート時は、中日本高速道路の子会社であるネクスコ、中日本開発が運営する複合商業施設。日本の高速道路会社が高速道路の外部に、初めて開発した大型商業施設として、2015年4月24日に開業した。約5.6ヘクタールの敷地に、温浴施設、時より道温泉と、地域連携施設、ちゆい。 スーパーセンター奥はテラスゲート時点が併設されている。このうち時より道温泉と町ゆいはネクスコ中日本開発が運営している。さらに2017年9月2日にはコインランドリーブルースカイランドリーが2018年11月3日には自動車販売店ネクステージ時田地味店が2021年2月12日には宿泊施設 より道の宿がそれぞれ開業した。時市と連携する形で整備したもので、地域振興を標榜している。名称の由来は、憩いの場としての、テラスと東農地方の玄関口である、ゲートを組み合わせたものである。陶磁器を製作する、政党所を模した延べ床面積約1180平方メートルの鉄骨平屋建てで、開業時には、 近隣の中津川市で産出された日の木製の遊具なども設置された。地域振興を標榜したため、町ゆいには、時市観光協会の観光案内所、時旅案内所や、美の焼の陶磁器約1500点が並ぶ、時市陶磁器商業共同組合による陶芸品店、陶芸の体験施設や陶芸を含む地元の伝統工芸品の展示施設が開業時に設置された。しかし、 開業当初の約1ヶ月間で見ると、時市の街に人の流れを生み出すには至っていない。なお、ネクスコ中日本開発が直営する町ゆいショップは、開業時点で中日本高速が運営する高速道路沿線1と11県の特産品、約1000種も並べており、地元以外の特産品も販売されている。延べ床面積約3500平方メートルの2階建て。 アルカリ性単純温泉で、開業時点では、身の焼きを用いたつぼ湯や東農地域の帳簿が楽しめる露天風呂を含む14種類の風呂が設置された。7エリアの岩盤浴もある。スーパーセンター大桑テラスゲート時点は、延べ床面積約8710平方メートルの平屋建て。店舗面積は約6547平方メートルで、開業時には、 食料品や医療品、生活用品を販売している。証券として、店舗周辺約4キロメートルの約5.1万人を見込んで開業した。ネクステージと北地味店は、新車、中古車、登録済み未使用車のハイブリッドカーミニバン、軽自動車、コンパクトカー SUV など、豊富に在庫を展示する大型総合店である。地上3階建てで、 レストランや24時間ご利用可能な共用シャワールームを併設する。ありがとうございます。